うちで働きませんか。ちょっと困ったらお願いしてもいいですかね。いやいやいや。何しのかな。こんばんは。こんばんは。改めまして。つながりました。はい、バッチリです。もう生まれも育ちも富山でしたっけ。高校の頃は富山から早く抜け出したくて北海道の方に行ってました。なんで札幌だったんですか。いや、本当に親元を早く離れて自立したかった、うん、社会に出て自立して、うん、一人前になりたいなっていう思いが強くて富山を離れさせてもらいました。コロナの影響で大きなダメージはあったと思うんですけど、はい、どういった影響があったのかっていう。特に松野市であったりとか観光のお土産品ですね、旅行者がいないとそもそも売れないものなので、緊急事態宣言が出た後からは本当に大変厳しい時期をずっと今も続けてきてるなという状況は続いてますね。そう、よく昔から毎日食べれていいねとか言われるんですけど、2週間に1回ぐらいですかね。あ、一重派ですか二重派ですか。いや、8分の1派です。何ですかそれ。8分の1派って、あれ1日最高どれぐらい作られるんですか。マックス一番多い時で3万食ですかね。3万食はい。本当朝早く5時ぐらいから夜の10時、11時まで作るんですけど、はい、本当年に2、3回ですが、そういう多い時もあります。食欲の秋であったりとか、うん、百貨店さんであったりとか、全国のスーパーさんで駅弁大会が行われるので、まあ、そういう時はすごく数が多いですね。はい、うちはどちらかというと料亭から始まってまして、駅弁業を始めるときに、まあ、寿司をその試験町の皆さんに習いに行って作り始めたっていうのが歴史です。なるほど。平本さん何代目になるんでしたっけ。僕は、6代目です。どれぐらいの時期から今の立ち位置になるっていうのを意識し始めたんですか。でも遅かったですよ。大学も静岡の方でしたし、はい、実際に違う会社にも就職して東京の方でも働いてましたから。あ、そうなんですか。そうなんです、はい。だから意識し始めたのは富山に帰ってきた28、9ぐらいからですかね。なんかお父さんから言われて意識し始めたんですか。会社に戻ってこいというか、私はまあ源で働いてましたんで、はい、まあそろそろ源で働くかって言われた時に初めて覚悟したって感じですかね。なんか比べられるというか、そういったなんかプレッシャーみたいなのってやっぱあったんですか。僕はなかったですね。富山の皆さんに応援していただいてる、まあ、寿司を作ってるということもありましたし、なんかすごく安心感があったんだと思うんですけども、その後のやっぱリーマンショックであったりとか、やっぱり従業員の皆さんの雇用の問題ですとか、まあ、そういったものを直面して、まあ、初めてやっぱり危機感というか、あ、守っていかなきゃいけないっていうものをすごく意識し始めたのを今でもよく覚えてますね。このインスタライブで皆さんに聞きしているのがパワーフレーズで、苦しかった時期に自分自身の支えとなった言葉であったりとか、はい、背中を押す言葉があれば教えていただきたいんですけど。書くんではないんですけども、亡くなったうちの祖父から両親と相場という言葉を受け継いでまして、うん、でこれ実際僕社長になった時社税にもさせてもらったんですけども、やっぱりこの両親と相場という言葉を大切に、まあ、誠実でありたいなというのはすごく感じるところですね。うん、